ビューティーアドバイザーコース2年のルナです。ナナです。あゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私から見たらもうキラキラ、うん、キラキラやし、人をきれいにできる仕事やし、夢でしかない。私が一番に思うのは、まあ、お客様をきれいにすることももちろんなんですけど、自分が一生きれいでおれることが私は一番魅力的かなって思います。私は実際に今インターンシップ行ってて、めっちゃ思うのが、内田さんになんかこれ選んでもらえてよかった、また来るわとか言ってくれるのがめっちゃ嬉しくて、あ、やっぱこの仕事しててよかったなっていうのをめっちゃ思う。お客さんの反応がすごい嬉しく思います。いいよね、それを感じてるの。感じてる。やっぱでもお客様に感謝してもらうことじゃない？そう、直接その声を聞けるやん、自分の耳に届くし、もう一回この会員に来てくれたりとかしてくれたらもっと嬉しいよな。内田さんおるとか、まあ、まだ私は言ってもらってないんですけど、まだ始めたばっかりやから。でも先輩とか見とって、今日誰々さんいるとか言ってるのを聞くと、あ、すごいなって、自分もこうなりたいなってすごく思います。私はいます。どの人？100点の人。私の中では完璧で、もう顔も可愛いし、スタイルもいいし、服装とかもう一個一個自分の所持品がおしゃれで、でも接客も受けたことあるんですけど、し、その人が接客してるところをこう見てたこともあるんですけど、やっぱりなんか、こんなんやっていいか分からないんですけど、やっぱ売り上げいいんやろうなって接客見ててめっちゃ思いました。なんかサンプルも一個一個使い方説明したり、もうそのサンプルを渡して商品の説明をお客様にしてる時点で、お客様がその商品に魅力を感じて、もうその場で次の商品2点目買うとかを目の前でしてたので、やっぱりすごいなって思いました。 ECC の先輩なんですけど、はい、ないと思う。思い気になる。コミュニケーション能力、接客力、一緒か。思いやり。あ、思いやり。でも身につく。話術はほんまに身につくなって感じます。ボキャブラリーがすごい増えました。言葉が引き出すね。してから最初、なさにびっくりしたけど、でも先生に教えてもらって、どんどん言葉の引き出しが増えた。プレゼンテーション、接客販売の授業、一番はやっぱ接客販売の授業。販売の授業はもう肌知識も学べるし、この接客力も学べるし、あとまあ身だしなみとか、所作とかも学べるんで、もう一番あってよかった、でもいっちゃん厳しかった、辛かったよな。辛かった。辛かった時もあったけど、だけど終えたら、でもあの授業がないとビューティーアドバイザーなられへんなと思う。だから他の学校もそうしてるんやろうけど、でもマジあの授業受けへんとなられへんなって。います。扱いとかもめっちゃ、その高額お金のようになってから、その実際店頭とか行って。この BA さんの手とか、この商品の扱い方とか、なんかペンの持ち方とかも見るようになって、綺麗やったら、あ、もうちょっと買おうかなとか思うようになるし、そこから大切やなって思ったな。いろいろ話したけど、やっぱり BA の魅力っていうのが、お客様からの感謝の言葉とかを直接お受けできたりとか、私から買いたいって言ってくれる方をたくさんいてくださるのがやっぱ BA の魅力だと思うので、私たちもそういうような BA になりたいと思ってます。頑張ります。頑張ります。